みんな集合して。なんかさ、仕事帰りにお祭りやってました。お祭り、おいおいおい、夏といえばお祭り、お祭りといえば夏というぐらい、もうね、夏の風物詩のお祭りをこのもう冬になりかけてる季節にね、開こうと思った人マジで最高、大好き。というわけで今日のね、仕事の帰り道になぜか屋台が並んでいる通りがありまして、お腹も空いてるし、もうすごいいい匂いがして、もう耐えきれずに爆買いしてまいりましたので、食べていきたいと思います。イエーイ。そうだ、せっかくなら動画回しちゃおうと思って、ね、帰り道ドンキにね寄ってこのハッピー買ってきました。祭り、あ、気持ちいい。あ、鉢巻きも買ったんだ、そういえば。ちょっと待ってください。せっかく買ったんでね、ちょっとこれもつけたいと思います。これいる？え？はい、というわけで早速ラインナップを紹介していきたいと思います。はぁ、でん、焼きそば、たこ焼き、じゃがバター、りんご飴、チーズハッピ、聞いたりハッピボノイダリ、何回やっての、気当たり直して、どこまでやったっけ、チーズ貼っとく。というわけで早速いただきます。どうしよう、何から食べよう。ちなみに屋台で一番好きなのは焼きそばです。麺類が好き。いただきます。最高です。やっぱね、屋台の焼きそばは屋台でしか出せない美味しさがある。何なんだろうね、焼きそばへの愛もすごいんだけど、やっぱりその焼きそばが一番美味しくなるのは屋台だと思うんですよ。なんで、と誰か論文書いて提出してもらっていいですか。美味しい。たこ焼きもいただきます。なんかこのたこ焼きめちゃめちゃ大きいですね。どんぐらいでかいかというと、いただきます。めっちゃ美味しいわ。今までのお祭りで食べてきたたこ焼きの中でも1位。めっちゃでかいし、もちもちしてて美味しい。はい、では続いてこう来たので、次はじゃがバターかと思いきやりんご飴。なんかりんご飴、私全然正直言ってごめんなさい、屋台で買ったことあんまないです。1回ぐらいしかないかも。それも友達が買いたいって言って一緒に買ったぐらいで、こう自発的にリンゴ飴をね買ったのは正直言って初めてです。なんでだろうね、わかんないけど、リンゴ飴を食べてこなかった人生あまり。もうだってね、あんまどうやって食べていいかわかんないもん。リンゴ飴って舐めるの？舐める？いや、これは絶対噛める硬さじゃない。こうやって舐めながらさ、屋台っていうかお祭りで、うん、あ、すごい、うん、面白そう。あ、おはよう。あ、なになにちゃん、イエーイ。うん、花火上がった。こんな感じ、こういうもの多分。そうだよね。じゃあ後で YouTube 見ながらゆっくり舐めることにします。ではではでは、じゃがバターいきますか。帰り道で割とバターが溶けてしまってデロンデロンなんですけど、いただきたいと思います。うん、大変。めっちゃバター、じゃがバターが500円したんですよ。じゃがいもにさ、バターをかけるっていう超シンプルなさものだけど、超美味しいじゃん。500円ってさ、よくよく考えたらめちゃめちゃ高いなって思うけど、いやでもそれをね、払ってでも買いたくなる美味しさがあるよね。うん、それでは続いて、続いてチーズハットグ。これはもうさ、今の時代だよね。私がちっちゃかった頃とかチーズハットグなんて置いてなかったもん。伸びるかな。まだチーズにたどり着けなかった。伸びませんでした。
多分ね時間取っちゃってるのもあると思います。屋台はね買ってすぐ食べるのが醍醐味だと思うんですけど、もう家持って帰ってきちゃったんで、多分熱々の状態だったらねチーズもいい感じに溶けて伸びたかもしれないんですけど、お前は悪くないって、しょうがないって、冬だし私が持ち帰ったから悪いんだよね。やっぱこいつだって本当は伸びたかったと思います。不本意でこうなってしまってると思うんで、あんま責めないであげてほしい。何回やっても無理だね。いやー今年の夏はねあんまりちゃんとお祭りに行ったりとかしてないし、浴衣ももちろん着てないし、花火も見てないししてないし、夏らしさをねそんなに感じてなかったっていう説もあるので、冬になる前に取り戻してます。いやでもねもう冬に差し掛かろうとしてますけど、本当に私の感覚だと結構冬より夏の方が人気なんかみんな夏好きじゃないですか。夏が来るとシャッ夏来たーみたいな、みんなそういうなんか SNS にそういうことあげる。逆にさ冬が来るときはさあーもうほんと寒い、やばい本格的に冬来たみたいなテンションじゃん。でも私その感じなくて、まあね寒いのは嫌なんだけど、でも夏来たイエーイって思わないマジで。なんでいい日だからまあ四季選手権をやるとしたら1位春、2位秋、3位冬、良い夏みたいな感じです。皆さんはどうですか、一番好きな季節教えて。あれしてみようかな、初めてアンケート機能使ってみようかな。なんかここに出るやつ、こっちか、こうなって、いや分からん、多分こっちな気がする。ぜひこちらからアンケートに答えてください、一番好きな季節は何ですかいやでもね私は夏が人気なんじゃないかと読んでる。どうですか、こんなこんなで焼きそば完食。何の音か分かります？てってれれってってってれれってってってれってってでした。お腹いっぱい。というわけで、まあ今日の動画は別にこう食べきれるまで帰れまてんとかそういう趣旨ではないので、ちょっと今ねお腹いっぱいちゃんになっちゃったので、すいません、ふざけてすいませんでした。ちょっとねお腹いっぱいになっちゃったので、ちょっととりあえず動画はこれで終わりにしようかなと思うんですけれども、まあ最近ね本当に寒くてね冬って感じになりかけてる時だったので、まあちょっとでもね夏っぽいあったかい気持ちに。というわけで最後まで動画見てくれてありがとうございました。今回は初めての試みアンケート機能使ってみたので、よかったらぜひぜひ参加してみてください。そしてよかったら好きなね屋台飯何かぜひぜひコメント欄で教えてください。おやすみなさい。